シエルさんの感応能力で得た敵データは常時皆さんに提供する。伏せてみなさい。偵察班より荒神接近の報告。中型種の模様。作戦エリア侵入まで想定3分。侵入予測ポイント送ります。いや、まだまだいけます。狙い撃つ。受けてみなさい。リンクサポート効果発動します。敵全体にホールド効果。ここでナナさんから発せられる反応波により荒神の攻撃目標がナナさんに移行します。受けてみなさい。受けてみなさい。やっ、はい、やっ、口出し、やっ、偵察班より荒神接近の報告。中型種の模様。作戦エリア侵入まで想定1分。侵入予測ポイント送ります。敵の増援ですね。承知しました。終わり。幸運でした。結膜崩壊を確認。敵へのダメージ分析しています。荒神の活性化を確認。気をつけてね。幸運でした。結膜崩壊を確認。効いてる効いてる。すごくやったぞよ。荒神、捕食のために離脱しました。あ、逃げた。チャンス。敵がダウンしました。いい感じ、いい感じ。人気解放します。ブラッドワン、バースト時間が終了します。中型市の作戦エリア侵入を確認。侵入ポイントの情報を送ります。本気確認。荒神の活性化を確認。やった。荒神、結合崩壊が発生。ちゃんとダメージは与えてるはずだよ。そうです。いい感じだね。敵がダウンしました。子供の一気に。ブラッドワン、バースト時間が終了します。一気に行くよ。敵がダウンしました。勝機あるですね。いい感じだね。荒神の討伐を確認しました。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。中型種の作戦エリア侵入を確認。先輩、侵入ポイントの情報送ります。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。受けてみなさい。受けてみなさい。ブラッドワン、バイタルが危険な状態です。受けてみなさい。もう少しやってみます。大丈夫だ。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。いきます。受けて、受けて。すみません。いってらっしゃい。荒神の活性化を確認。交戦中の荒神が捕食に向かいました。逃げたわ。ブラッドワン、バースト時間が終了します。あげる。全力で行くからね。ブラッドワン、バースト時間が終了します。そこ見せました。命中確認、命中確認。狙い撃つ。命中確認。いくよ。
ました。油断せず行きましょう。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。捕食成功。全力で行くから。ブラッドワン、戦闘不能、救援に向かってください。回復に向かいます。回復します。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。どう？まもなくバーストが解除されます。命中確認。受け取ってください。受けてみなさい。荒神、捕食のために離脱しました。逃げるつもり？ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。時間が終了します。受けてみなさい。まもなくバーストが解除されます。ブラッドワン、バイタルを確認し、対応してください。もう少しやってみます。狙い撃つ。交戦中の荒神が捕食に向かいました。ブラッドワン、まもなくバーッ、いい感じ。が沈黙しました。尊敬します。捕食いくよ。いけます。ブラッドワン、バースト時間が終了します。リンクサポート効果発動します。
荒神の攻撃を受けても完全に防ぐことができます。敵のオラクル反応低下中。ここからです。ガンガン行くよ。交戦中の荒神が進みに向かいました。追い打ちを。熱中確認。熱中確認。もう少しだね。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。標的のオラクル反応消失。まったく無茶しないでください。捕食いくよ。任務完了。作戦の見直しが必要です。かろうじて勝てた。これは早急なトレーニングメニューの見直しが必要ですね。大丈夫、甘えるなんてみっともないんだから。助かりました。つらい、マッサージとか行きたい。早く帰還してください。全員が戻るまで安心できませんから。それは私がなぜ
レアの人気兵の研究やラケルの養護施設に投資してきたかわかるか。決して我が娘に対する溺愛ではない。人類の未来に奉仕すること、それがノブレス・オブリージュ、止める者の義務だからだ。存じておりますわ、お父様。ならばラケル、お前はなぜ罪のない子供たちを人体実験に使った？何が目的だ？適合者でもない子供たちに変色因子を投与するなど人間の所業ではない。どうなんだラケル。人間の所業ではない。すべておっしゃる通りですわね。この蛮行に正当な理由があるか。ええ、もちろん。すべては来たるべき晩餐の下ごしらえですわ。どうやら私の手には余る問題のようだ。よろしいよ、今からフェンリルの左門会へ報告しに行く。ラケル、願わくば明日までにもう少しマシな弁明を用意しておくように。ラケル、心配なさらないで、お姉様。この試練の準備はとっくに終わっていますの。では早速、お姉様、お人形お借りしますわね。ようやあいつの娘を訴える日が来るとは。なんだこれは。まさか荒神か。いや、これは様とお父様が作ってくれたお人形、とっても素敵ですわ。ちょっと遊んであげたら、私の言う通りに。ラケル、あなた、ごめんなさい、ごめんなさい、ラケル、ごめんなさい。全部私のせい。私が悪いの。ごめんなさい。お姉様、私もっともっといろんなお人形が欲しいのね。